生田リラさんとあのさんが浅野恵夫さん原作漫画を初めてアニメ化した映画デッドデッドデーモンズデデデデデストラクションの声優をダブル主演で務めることが発表されました。いい意味でのプレッシャーを感じながら緊張感を持ってワクワクしながら臨もうという気持ちでいました。巨大な宇宙船が襲来した日常で青春を謳歌する少女たちの物語。声優初挑戦のあのさんはプロの方とかが後ろにガーっていって見られる中でやるのはやっぱちょっとプレッシャーと緊張があったんですけど、音端をしっかりやれたかなという。第一声から音端でめちゃくちゃ音端で嬉しいです、はい